いつも大変お世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回はこんな企業改革があったのかという例を紹介させていただくことにします。ここにあるように昨今、あるいは稲盛さんによる JAL、その他病院の改革と短期間に赤字脱出をした例がありました。さらに JAL については同じように稲盛様が短期間で回復を示しました。また同じように介護サービスの事例に学ぶというこの事例も企業再建後短期間に果たした内容です。この種の例に共通する内容は、経営トップの任に当たった方が必死になってマネジメント手法を駆使した結果といえます。これに対して今回の事例は外部支援という形で N さんが活動した事例です。しかも破天荒と言えるようなマネジメント手法の展開でした。N さんに改善を依頼した A 社は約200名足らずの工場で鍛造プレスを主として自動車部品を作っていました。ここでは社長が必死になって研修や外部の研修等に人を出したのですが、一向に改善が進まない。しかも大赤字。従業員の皆さんは赤字で大変だっていうことは分かっているわけですが、まあ会社は潰れることはないだろうという状況で生産を続けていたわけでした。私も二十数年の仕事の中からこういった会社の面倒を見させていただいたことがありますが、問題はある期間この会社の経営を完全に任されてしまう形で改善を進めなければならないという立場に陥ります。しかも依頼されて黒字化できなければ大変なことになります。もう二度とこの会社では改善が起きません。それ以外に家族を路頭に迷わすということで、支援する側も悪評だらけという形になってしまいます。したがってここに示したように徹底的な経営計算をして儲かる仕組みを構築してからスタートしなければならないというのが条件になります。当然のことですが、N さんと A 社の社長とは密接なコンタクトを取って、すでに提出した作戦計画には完全に信頼していただいて、経営の全てを任せるという行動になるわけです。このような中で最終研修というのをスタートしました。日程と経営上、金曜日の6時からです。とにかく問題を挙げろということでやったんですが、その後は飲み会としました。しかも場所代を減らすため、従業員の親類の民宿を使って約30名近くが集まりました。問題は分かっているのにやる人がいない。あなたたちはキャッチボールばっかりやって、ここにそれでは成果出ないよということになったわけです。誰か球を受け取れということで、納付日を決めて改善スタートというふうにしました。この研修会は2月でした。発表会は6月です。ちょうど梅雨時。その日は俺が張り出してやるという N さんは言って改善活動がスタートした結果、なんと4ヶ月の発表会の時には全て黒字化を果たしたわけでした。この詳しい経過は章をご覧いただくことにしまして、この活動自体は右側に示したような図になるわけです。また活動はトップダウンとボトムアップの結びつきという極めて当たり前の図になります。